疲れ様です。タクチャンネルです。今回は宮古島の隣にあります伊良部島へバスで日帰りで行ってきた時の様子をお届けいたします。まずはこちら宮古島市役所からバスに乗ります。乗ったのは共栄バスの路線になります。使われている車両はマイクロバスと言われるホテルの送迎とかでよく使われるような車両になります。
終点の沢田車庫に到着いたしました。車庫の近くには畑や住宅などが広がっているような感じになっております。沢田車庫の近くにはおそらくもう廃車になったであろう車両たちが止まっているところもありました。そしてこちらは平成の森公園ですが、サシバという秋になると伊良部にやってくる渡り鳥の滑り台のようです。そして先ほどの平成の森公園を左手に進んでいくような感じで行くと、ふれあい広場こと沢田の浜に到着いたします。ちょっと見えづらくて申し訳ないですが、下地島の17エンドという飛行機がよく見える付近も遠くに見えます。そして沢田の浜を右の方へ進むと石の階段がありまして、こちらからも砂浜へつながっております。ただ砂浜の面積が小さくなっておりますので降りない方がいいかもしれません。立ち入り禁止とかの看板は特になかったような気がします。ふれあい広場の石碑のところから少し離れたところから撮れば、砂浜がなくすぐ目の前が海に見える錯覚の映像を撮ることもできます。続いてはお昼ご飯を伊良部そば亀さんでいただきます。こちらは住宅兼店舗となっているようで古民家っぽい雰囲気もいたしました。入り口では沖縄らしくシーサーがお出迎えをしてくれます。こちらまずは食券を店内で買い、名前と人数を書いてから待ちます。閉店は16時ですが、14時頃に全メニューが売り切れてしまうこともあるそうです。行ったのは長期休みが近くにあったりもしない普通の平日の水曜日でしたが、この日も14時頃に全メニューが終わっておりました。いただいたのは伊良部そばとマグロの握り寿司です。伊良部そばは鉛節と骨付き肉が入っております。人気ナンバー2のメニューだそうです。鉛節というのは生のカツオをさばき入れた後、蒸す、茹でるなど加熱処理を行い、一度だけ燻製した加工食品となっております。お昼をいただきまして、沢田の浜でまだ散策できていないところがありましたので散策していきます。海岸沿いはこちらまでは歩きませんので道路を迂回してきました。このように沢田の浜と書かれた石碑があります。で、沢田の浜周辺の地図もありました。ただ下地島空港が中心みたいな感じになっている地図でした。先ほどのところから右奥の方に進んでいきますと、屋根とベンチがあるところもあります。で、こちらからの景色が映像のように沢田の浜を丸く見渡すような感じができます。そして下地島空港が近いので飛行機を見ることもできます。さらに奥の方へ進んでいくと、このように2階建ての建物がありまして、こちらはヤギ小屋となっております。もちろん中にヤギもおりました。伊良部島内には伊良部大橋以外の橋もありまして、こちらは中米橋となっております。橋のところどころに魚の石で作られたオブジェもあります。橋を渡って大きく U ターンするような形へ進むと、このような展望スペースがあり、こちらからも海を眺めることができます。もう一つ橋を渡ります。こちらは太鼓橋といいまして、鳥のオブジェがあります。次にやってきましたのは空き地ではなく、なんとこんなところに宮古島守くんがおります。こちらはミニボトルタイプとなっております。
宮古島守君とは、宮古島警察署管内にあたる宮古列島の道路などに設置されている警察官型の人形の愛称になります。文字も書いてありまして、まず下の方にはナイス石垣と書いてありました。上の方にも文字が書かれておりましたが、上の方はちょっとなんて書いてあるか見えませんでした。そしてこのようにあたかも大きいかのように見せることができる写真も撮れます。というわけでここまで伊良部島をご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。美味しい伊良部そばに美しい海、小さい宮古島守くんといった珍スポットと、小さいながらも魅力が詰まった場所だと感じました。宮古空港も下地島空港も近めなので、時間が余った時に行ってみるのもいいかもしれません。ただ今回は全てはご紹介できませんでしたので、皆さんでぜひ行ってお気に入りのスポットを探してみてはいかがでしょうか。それではこの動画はこちらで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。そして船への搭乗が始まっておりますが、これ実は1本前の11時ちょうど発の船の搭乗なんですよね。まずゲートのエリアに 4,50 代くらいの案内の方の男性がいらっしゃり、チケットも確認されないで11時ちょうど発の搭乗口へ半分強制的に案内されました。もちろん私は英語で11時30分発のチケットですがと言いましたが、 OKOK ノープロブレムみたいな感じで、やはり11時ちょうど発の搭乗口へ案内されました。搭乗口のところで係員の方に席を決めてもらうのですが、何も突っ込まれることなく席が決まりました。11時ちょうど発の搭乗が始まりましたが、絶対おかしいと思い11時30分発の搭乗口へ行きましたが、追い返されたので11時ちょうど発の船に乗っております。席がダブっていたりオーバーブッキングとかのトラブルは特になかったので、まあ大丈夫だったのでしょう。ちなみにゲートのエリアに着いたのは10時40分です。もしかしたら早くゲートに行って前の便に空席があれば前の便に乗れるシステムかもわからないので、早めにゲートに行かれることをお勧めいたします。